首相がね、年頭の記者会見をしまして少子化対策拡充へということで柱にするらしいですよ少子化対策3本の柱を具体化したということですね少子化対策なんですけどもすごいですよ異次元それは安倍さんの金融緩和じゃないのって話ですけど異次元って言うんですよねここで異次元うーんセンスないよな異次元 岸田首相は4日、三重県伊勢市で行った年頭記者会見で、今年の優先課題として、異次元の少子化対策とインフレ率を超える賃上げの実現に取り組む考えを示した。でも、増税でしょもうね、ちぐはぐなんだよね。いろいろと手を打ってね、賃上げって言ってね、減税もします、金利も据え置きますって言って、はい、賃上げしてねって言うんだったら、そうかそうかっていうふうになりますけども、増税します、金利上がります。でも、賃上げしてねってさ。<laughs> <laughs> それは無理っしょ。ついうか賃上げする気がうせるよね。政府がいろいろね賃上げに向けたねいろいろやってくれてじゃあしようかってなるじゃないですか。あと投資しろ投資しろってだって増税します金利上がりますでも投資してくださいってそりゃ聞く気がうせるよね。じゃあ岸田さんあんたは何してくれるんですかって話じゃないですか。まあいいですよ異次元の少子化対策異次元っていう言葉を使ってね歴代首相がやってきた少子化対策とはちょっと違った 自分は違うもっとすごい少子化対策をするんだという覚悟を語ってくれたんでしょうけどいやその方向性は正しいと思いますよでもさ少子化の最大の原因って経済的理由なんですよね結局賃上げなんですよ増税します金利上がりますで少子化をなんとか乗り越える。てそれだって無理よ少子化の最大の理由はもう各種統計で明らかに出てるんですねもう鼻からね子供いませんって人はいいですよ別に無理やり子供作れなんてそういう時代じゃないですから 子供いいいいいらなとう人別にです問題欲しいといいう人ですよ子供欲しいのにじゃあなんで子供を産まないんですかその最大の理由は各種世論調査で明らかで金銭的理由なんですよね。夫婦なのに子供欲しいのに。でも踏み切れない最大の理由はそこです。金銭的理由なんですね。私が言ってるように1人目1000万、2人目2000万、3人目3000万、4人目以降はね、所得税も相続税もゼロとかね、そのぐらいのことをすればいいですけども、そういうことをしない限りにおいてはね、賃上げ なんなければこれ少子化対策なんかなんないのよ増税します金利上がりますでも子供を産んでくださいって何言ってんのって話ですよだから逆ですって減税します金利も下げます賃上げも行きますからだから待望のお子さん考えてみてくださいって言われたらそうかなってなりますけどもねあれを取り上げるこれを取り上げるでも行け言われたっていや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 それもそういう気が失せるよねで実際ね私が言う少子化 少子化対対策策が異次元の少子化対策なんですよいつも言ってますけどね、初めて見る方もいるかもしれません。一応念のため言いますよ。とにかく一人目生まれたら1000万やりましょう。はい。二人目生まれたらプラスで2000万です。はい。この時点で3000万ですよね。三人目生まれたら、はい。プラス3000万上げましょう。そしたらね、バナナの叩き売りじゃないですけども、6000万ですね。だから三人の子供を育てようとしたら6000万ぐらいかかるんですよ。だから三人産んでくれれば、まあまあ子育てに必要な経費は全部国が持つよっていうことになりますよね。 これで財源どうすんのってうのかもう簡単な話ですよ多産国債を出せばいいんですねこれどういうことかって言ったら一人の子供が生まれることによって生じる経済効果ってだいたい3億円以上なんですね生まれた瞬間消費者十何年もしたら労働者死ぬまで納税者ですからねですから一人の子供が生まれたことによって得られる税収というのは本当億単位なんですよそれを考えたらたかが1000万円2000万円3000万円出したぐらいでね一人生まれてきてくれたら完全にペイできな いるわけで,すですから、確実に回収できる投資なんですね、これは。ですから、多産国債でいいんですよ。必ず回収できるんだから。全員に1000万円ずつ、2000万ずつ配ればいいんです。私の言うようなのが、異次元の少子化対策ですよ。ここまで言って初めて異次元の少子化対策です。じゃあ、岸田さんは何をもって少子化対策しようとしてるのか、こう書いてありますよ。もうがっかりですよ。あ、1番、児童手当などの経済的支援の強化。2番、学童保育や病児保育。 産後ケアなどのの支援拡充3番働き方改革の推進これが3本柱らしいんです、ね、や、やらないよりやった方がいいですよ。これじゃあね、下手くそなマッサージ師と一緒なんですよ。ぐいぐいやってくる全然ツボ外してると言い痛いって言っそこじゃないんですよ、みたいなね。ツボ外してんですよ。いや、それはね、働き方改革、まあいいでしょう。産後ケア、ないよりあった方がいいですよ。でもね、本質はそこじゃないのよ。下手なマッサージ師みたいなことやんないでほしいんだよ。 はい。そこなんですよ。もう一人1000万ですわ。三人目で3000万です。まっさにそこを押したら、そこってことですよ。<laughs> 壺ですから、そこ。場所間違ってんですね。つつく場所をね。これでもって異次元ですから。もうこれ聞いて、あ、無理だなと思いましたね。岸田内閣での少子化対策。は、ほぼ無理です。政策って、やっぱり原因を特定するところから始めなきゃ。なぜそうなのか。阻害してる理由を見て、そこを取り除いてあげれば いいんですよ武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田つにやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね